人間学を経営に生かす道徳を科学する道徳と経済は一体である道経一体の経営おはようございます今日も共に道経一体経営言論を学んでいきましょうまた本日の講義はその文章を詳細のところにテキストベースで掲載しておきますので内容を詳しく見たいという方はそちらを読みながら音声を聞いてくださいさて今日は引き続き 特別編ということで、道徳の種類。これについての2日目ですね。今日は、覇者的道徳です。覇者っていうのは、覇を破るという風に書きます。覇者的道徳。覇者的道徳って一体何なんでしょうね。道徳って、他者を歴史。つまり、自分以外のものの役に立って、 そして、喜ばすには、いかにすべきかを考える心、これが道徳である。という定義ですよね。それではちょっと進めてみましょう。今日は、覇者的道徳です。自ら正義を守るはかなれど、自己の心を標準として他の不正を打つときは、自己の心を平和ならずして、健康寿命を害し、かつ他人より怨恨せられ、 争いの源を作るのであります。さあ、これどういうことですか自らの正義を守るはかなれど、ね、あなたが自分が正しいと言って、それを主張するのはそれはいいよ。しかし、自己の心、あなたが自分自身を標準、元として基準として、相手が間違っている。 あの人が言うことはおかしい。あの人がやっていることは違う。というように他の性を打つときはいいですか、あなたの心は平和ならずして平和でないから、常にイライラしてるから、それは健康寿命を害し、健康を害すだけではなく命を短くしてしまい、そして、そして何よりも相手や周りから 恨まれ、憎まれ、おかしいとか、あの人何なの何というふうに言われて、争いの源を作るのでありますって書いてありますよね。思い当たりますよね。私そんなつもりで言ったわけじゃないのに、やったつもりじゃないのに、ああ、あんなことやらなければよかったな。たそういうことですよね。ところが、じゃあどうしたらいいのかっていうことなんです。公には、はじゃは一切公然に行うてはいけませぬって書いてあります。 ハジャは一切公然に行う手はいけません。これはね、皆さん。会社の中でもこれ気をつけてください。人前で誰かを怒ってはいけない。ね。例えば、赤ん坊が熱い夜んに手を伸ばそうとした時に、誰じゃっていうのは、こういうのは違いますよ。ね。ではなくて、ちょっと全員集まってもらっていいかな。何々くん、なんであんなことをしたのだ 君は間違っている。なんていうことをね、あの、自分、やる人いますよね。あの会社の中でも。ねえ、それはい、一切やってはならないって書いてある。なぜならば、なぜならば、その人の心の中に道徳はあるのかと。人を打つときに、あの人は間違っているというときに、あなたの心の中に相手に本当によくなってもらいたいとか、 相手の役に立ちたいと思う心ってあるないでしょう今日、例えば誰かのことをあいつは違うやろうって言ってる時にスッと立ち止まってあなたの心の奥底を考えてみて。見てください。ねありますか本当に。 相手に良くなってもらいたいという気持ちが。いや、相手に良くなってもらったという実績をあなたが認めてもらいたいから言ってるのかもしれない。そんなのでは、もう一回言いますよ。道徳の目的は幸せです。幸せには二種類あって、環境の幸せと精神的な幸せがある。精神的な幸せ。 これは道徳でしか作ることができない道徳とは他者を疫死受けますよ道徳とは他者を疫死人の役に立って自分以外の者の,の役に立って喜んでもらおうとする心これが道徳であるこれを抜きにしてやる行為というのはあなたの健康を害し寿命を短くしそして悪いリズムをどん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 呼び寄せてそしてましてや争いの源になるって言うんです。 じゃあどうしたらいいんですか検証だけにして、検証っていうのは顕微鏡の件に正しいと書いて、検証。検証とは正しいことを表していることです。えそしたら相手変わらないじゃないの違う。感化するしかない。それを書いてある。自然に自己の感化を他の人に移すのが 自他の幸福を致すゆえんであって、これが真の道徳。さあ、言いたいことあるでしょう。そうかな。いや、そうですよね。よく考えてみてください。過去、正義と、ね、正義正論で人を打ち、相手が育ったことありましたか違うでしょう。本当に、 ああしまった。すまなかった。ごめんね。俺ね。俺、お前のことを育てたいと思ってたけど、違った。やり方間違ってた。すまなかった。俺が未熟だから。なんて寄り添った時に初めて相手は動きませんでしたか子供もそうじゃないですか友人もそうじゃないですか親もお客さんもすべてそうじゃないですかそうなんです。 正しいことだけではなくて、間違ってたごめん。すまなかった。この道だけが感化し、自他の幸福をいたすゆえんであるのに、なぜお前はまた、お前が間違っている。俺は正しいという。お前は間違っている。かっこ俺は正しい。お前は間違っている。あの人は間違ってる。 やってることが違う。かっこ、俺は正しい。これはね、この世界から抜け出せって言ってるんです。善を強制して、善を受け,受け入れるのを理由として、善を強制して、善を受け入れるのを理由として、他の人と争うては、道徳の本来の目的たる、自他の福祉の上に何の効果ももたらさず、かえって不道徳に陥る。何の効果もない。 争ってはそしてかえって不道徳になる相手も苦しむ相手も腹かく自分もモヤモヤするそんな道をなぜそんな世界をなぜ自ら作るされば今一歩を進めてこの原理をふえして一例を示せば自分が尊敬するところの君主父母もしくは先輩の人に不正の行為がある場合に その人と争わずにその人を回収させ売ればこれに越したことはない、ね。自分が尊敬する人や、自分の両親や、自分の先生や、自分の社長や、ね、そういった方々が何かね、不正を働いた、した時に、この人と争うな間違っている。 おかしいでしょういやもう一回言うその心に本当に良くなってもらいたいと思う気持ちから言ってるかって違うだろうって言うんですよねこれだからかえって自分本来の目的に戻り不中不幸になってしまうんですそして文句言うんですよね「私は間違ってない私は言ってること正しい」「違う」「言ってることは正しいけどやってる心が間違ってる」 言ってることは正しいけど、心が間違ってる。だから、どうなるか。どうなるか。自分の尊敬する君主、社長、父母、もしくは先輩は心痛めしめ。かえって結果が悪くなる。そしてそれは、どうなるか。 名は道徳であってもその実はかえって自分の尊敬する人の心を苦しめかつ統一を害するということは社内をぐちゃぐちゃにする、組織をぐちゃぐちゃにするがゆえに結局道徳になりません。道徳とは他者を益し喜んでもらうにはどうするかを考える心が道徳である。両親には恩を返す。 ありがとうございました。でしょ相手と喧嘩したいのか相手と喧嘩したいのか客と喧嘩したいのか上司と喧嘩したいのか違うでしょイメージして、抱き合って、喜んで、笑い合って、支え合って、 そういうね、喜びあって、そういう世界を作る、作るのが、あなたの理想でしょ私の理想でしょなのに、なぜ、なぜうまくいかなくなってしまうのかそれは、間違ってるの心が、間違ってる。あの人はおかしい。この違い。そして、はじゃ。あなたが言ってることおかしいんじゃないあなたがやってることはおかしいんじゃないという、 正義正論がリズムを壊し、人間関係を壊し、なおかつ健康やリズムまでおかしくする。何か、何かまずいことが起きたときは、自分の心がずれている。黒くなっている。もう一度最後に言います。波者的道徳。 は道徳ではないといとうのはは道徳は他者を生きし喜んでもらう心しかし覇者的道徳は自分の心を標準として他の不正を打つそしてそれは形上正しいことのように見えるけどあなたの心の奥底に愛や慈悲や育てる心や祈りがないからリズムを壊し 組織を壊し、そして健康まで害する。破者的道徳。今日の実践に役立てましょう。以上です。